コウモリ爆弾は第二次世界大戦でアメリカ合衆国によって開発された実験的な兵器である。この兵器は爆弾のような形をした線以上の区切りがされた箱で、各区画には次元式小遺弾を付けられて冬眠させられたメキシコを引きコウモリが収納され、夜明けに爆撃機から投下されたコウモリ爆弾は降下中にパラシュートを展開し、 半径20から40マイルの軒下や屋根裏へ入り込むコウモリを解放するようになっていた。この焼夷弾の意図は当時の敵国であった日本の都市の大部分が木と紙によって建てられていたことから広範囲の通常では攻撃できない場所に火災を引き起こすことであった。タダリーダブラジリーンシスメキシコを引きコウモリコウモリ爆弾はエレノアルーズベルト大統領夫人の友人で ペンシルバニア州で司会をしていたライトル S ・アダムズ医師のアイデアであった。アダムズ医師は1942年1月にホワイトハウスにアイデアを提出した。その後、動物学者のドナルド・グリフィンの助言を受けてフランクリン・ルーズベルト大統領は計画を承認した。この計画では工業地帯が広く分散している日本の都市にコウモリ爆弾を投下することが計画されていた。 コウモリは比較的高い場所から放出されることから遠くまで展開し明け方には街中の建物に隠れることになるそして組み込まれたタイマーが爆弾を発火させ広範囲に火災や混乱を引き起こすことを意図していたアメリカは4つの生物学的な要因から第二次世界大戦中にコウモリ爆弾を開発することを決定したまず第一に米国内には コウモリが生息する洞窟が大量にあったこと。第二に、コウモリが自分の体重以上の荷物を運べること。これは、耐火重試験も行われ確認された。第三は、冬眠中は食事などのメンテナンスが必要ないこと。最後に第4の要因は、コウモリは夜行性で明るくなると隠れる場所を探して休むという習性である。 1943年5月15日、実験的なコウモリ爆弾から逃げ出したコウモリが、ニューメキシコのカールズバット補助飛行場空軍基地に火災を起こした時の写真1943年3月までに適切な種が選択された。このプロジェクトには、ナパーム弾の発明者であるルイス・フィーザーが、コウモリに運ばせる17グラムと28グラムの焼夷弾の設計を行った。 40匹のコウモリトレを26段積みにする爆弾の外装に似たコウモリ爆弾用コンテナが設計された。アラスカから発信した B-24 爆撃機10機は大阪湾の工業地帯に100個のコンテナを投下し、104万匹のコウモリ爆弾を発火させられると考えられていた。 様々な運用上の問題に答える一連のテストが実施された。そんな中、1943年5月15日に実験中に逃げ出した武装したコウモリがニューメキシコのカールズバット近郊のカールズバット補助飛行場空軍基地の施設を炎上させる事故が発生した。この挫折後、プロジェクトは1943年8月に海軍に任命され、 プロジェクト X レイと解明され、12月に海兵隊に乗とされた。海兵隊は日本家屋のモックアップ、日本村でテストを行い上場の結果を確認した。これらのオブザーバーも好意的な意見を残している。しかし、より多くのテストが1944年の夏に予定されていたが、1945年中頃まで戦闘準備が整っていない可能性があると聞き、 アーネスト・キング海軍元帥はこのプログラムをキャンセルした。戦闘準備が整うまで200万ドルがプロジェクトに費やされると推定された。コウモリ爆弾の開発はあまりにも開発が遅いと考えられ、原子爆弾プロジェクトとの開発レースで追い抜かれた。悪名高いコウモリによる侵略プロジェクトはその後、ウィリアム・ドノバン将軍がこの計画を ダイフレーダーマウスファーストミナスを命令された戦略情報局の調査開発ディレクタースタンディー P ロベル博士によって紹介された。ロベルはまた試験中にコウモリが石のように地面に落ちていたことも述べている。ゲームや小説などにたびたびコウモリを使った爆弾のアイデアが使われている。ありがとうございます。